104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進めー。